はい、どうも皆さんこんにちは。アベンジャーズエンドゲームでは劇中の至るところで CG が使われています。ジョシュ・ブローリンが演じているサノスであったり、アイアンマンスーツやロケットラクーンなども CG を使うことによってあのような戦いの場面も可能になっています。そのように実際には存在しないキャラクターなど分かりやすい CG というのもありますが、中には本物とは区別がつかないものであったり、意外なところでも CG は使われています。今回はアベンジャーズエンドゲームの劇中で使われたそのような CG について見ていきたいと思います。このエンドゲームの劇中には様々な宇宙であったり、地球以外の惑星というのが登場してきました。もちろん映画は全て地球で撮られていて、ナターシャとクリントの2人がボーミアに行った時も、グリーンバックのあるスタジオで撮影されています。劇中での惑星ボーミアというのはレッドスカルがいて、全体的に暗くて大きな崖がありましたが、撮影の時はこのようなものは一切なくて、ただの緑の空間に立っていただけでした。次はエンドゲームの最後の戦いです。最後の戦いはハルクの指パッチンで生き返ったキャラクターが登場して、ドクターストレンジのポータルを通して出てきました。この戦いの場面というのは背景は全てグリーンバックで撮っていて、その手前に役者が並んでいるという風になっていますが、よく見てみるとこの撮影風景の写真と、実際の本編との映像ではキャラクターの配置などが少し違います。この撮影風景の写真では、ワスプの後ろにはショーン・ガンが演じているクラグリンが映っています。しかし本編で流された時は、ワスプの後ろにはクラグリンはいなくて、代わりにグルートがいました。それ以外のこの写真を見てみると、映画ではアイアンスパイダーのスーツを着ていたトム・ホランド演じるスパイダーマンは、モーションキャプチャースーツを着ています。インフィニティ・ウォーの時の撮影現場でもこのようなスーツを着ていましたが、このことからわかることとしては、アイアンスパイダーのスーツは完全に CG で作られているということです。撮影現場での写真では、ソーの後ろにはマーク・ラファロー演じるハルクがいて、ハルクもスパイダーマン同様にモーションキャプチャースーツを着ています。劇中ではハルクの隣にいたアイアンマンがここにはいないので、アイアンマンはこの場面では完全に CG ということがわかります。このような派手な戦い場面というのは CG が使われることは明らかですが、こういった背景であったり戦いの場面以外にも CG は使われている時もあります。それがアベンジャーズのメンバーたちがタイムトラベルをした時に着ていた白いスーツです。アベンジャーズが着ていたこの白い漁師スーツというのは完全に CG で作られていて、この撮影の時は白いスーツではなくて、それぞれのキャラクターがこれまでの別々のスーツを着ています。なぜこのようなことになったのかという理由はいくつかあるようですが、このエンドゲームの撮影の時に、まだ漁師スーツをどのようなデザインにするのかということが決まっていなかったそうです。そのため初めに撮影をしてしまって、その後デザインが決まった状態で CG で付け加えたそうです。他の理由としてはこのような実際のスーツを作ったりするのではなくて、CG で作った方が安上がりという時もあるからです。このような映画の戦いの場面というのは劇場ではすごく盛り上がる場面の一つですが、それの撮影現場となるとかなりシュールな場面も多いと思います。例えばスカーレットウィッチとサノスの1対1の戦いでは、スカーレットウィッチはサノスの剣も壊して、サノスはやられる寸前まで追い込まれて、最後は宇宙船からの攻撃を命令しています。この場面の撮影現場の写真を見てみると、背景はもちろんグリーンバックとなっていて、エリザベス・オルセン演じるスカーレットウィッチは、手首に赤い光るものをつけて演じています。この目の前にはジョシュ・ブローリン演じるサノスがいるかもしれませんが、もちろんスカーレット・ウィッチの手から出ている赤いエネルギーなどは CG で作られているため、実際の撮影の時は手のジェスチャーのみとなります。次はキャプテン・マーベルです。キャプテン・マーベルは特殊なスーツを身につけずに宇宙空間を自由に飛び回ることができるヒーローです。水中にいる時であったり宇宙にいる時はマスクをつけている時もありますが、特にマスクをしていなくても問題はないようです。キャプテン・マーベルの髪は肩につくぐらいまでの長さで、当然無重力の宇宙空間にいるときは、髪の毛はふわふわと浮いてきてしまいます。このキャプテン・マーベルのような宇宙空間でふわふわと浮かんでいる髪の毛というのは、扇風機などを使った風では表現できないため、この髪の毛自体が CG によって作られています。この撮影のときはキャプテン・マーベル役のブリー・ラーソンは、髪をまとめて帽子のようなものをかぶっていて、後から CG でその上に髪を付け足しています。次はエンシェントマンです。このエンシェントマンはエンドゲームでは2012年にタイムトラベルをした時に登場しています。この時はハルクがサンクタム・サンクトラムにタイムストーンを取りに行きました。このハルクはモーションキャプチャースーツを着たマーク・ラファローを演じていることは明らかですが、それ以外のところにも CG が使われていて、それがエンシェントマンのコスチュームでした。劇中でエンシェントマンは黄色い羽織を上に着ていましたが、撮影現場の写真を見てみると黄色ではなくて黒っぽいものを着ています。このエンシェントマンの場面というのはそこまで長くなかったため、もしかしたらこのような実際の黄色い羽織というのを作るよりも、CG で作った方が安かったためこのようになったのかもしれません。
次はバルキリーが乗っているペガサスです。もちろんペガサスは架空の動物なので、完全にこれも CG で作られています。そしてその撮影現場というのが結構シュールで、このような動かせる台に乗った上で、後ろから全身緑色のスーツを着た人たちが揺らしながら撮影をしていました。次はドラックスです。劇中でドラックスは敵の背中に乗って剣で突き刺している場面が登場しています。このドラックスの戦い方は、ガーディアンズのボリューム2の冒頭場面でも登場していますが、この撮影風景というのもかなりシュールです。この時敵はハルクやサノスのようにモーションキャプチャースーツを着ている相手ではなくて、細長い棒のようなものに緑の布を巻きつけたものにまたがって、その棒を全身緑色のスーツを着た人が支えているというものです。他のちょっとシュールな撮影現場というと、最後のトニー・スタークの指パッチンです。基本的にアイアンマンスーツは CG で作られることも多いですが、実際にロバート・ダニー・ジュニアが撮影するときに上半身の胸の部分だけのスーツを着ているときもあります。最後トニーが指パッチンをするときもその胸の部分だけ着ていて、それ以外の体の部分は何も覆っていない状態です。もちろんインフィニティストーン自体は CG で作っていますが、ストーン以外にもアイアンマンの右手自体が CG で作られています。この指パッチンの撮影のときは右手には特に何もつけない状態で素手で行っています。CG がなければ一体何をしているのかわからない場面の一つだと思います。この指パッチンの時、本編で右手が大きく映されましたが、トニー・スタークの指を見てみるとスーツを着ているにもかかわらず指の部分が細くて、この場面の右手が CG ということに気づいた人は多いのではないかと思います。今回はエンドゲームのいくつかの CG について見ていきましたが、皆さんはこれらについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。